おい彼女、はい、鶴橋に行くぞ。知ってるか鶴橋ってのは。知らん。どうやら大阪に韓国があるらしい。あれちょっと設定ブレてる今俺。続けて。あ、どうやら韓国の街があるらしい。いいよ。韓国の街で何を食いたい？汚ねえこの辺やめよう。一回とりあえず行こう。この辺が汚すぎた。行こう。鶴橋にやってきました。初上陸です。玉造りの次です。桃谷の隣です。お腹すいたね。なんか美味しいもの食べれるといいな、ね、韓国料理的なね。あれ迷ってます。迷ってるよこれね。向こうからなんかバッと持ったヤンキー出てきそうだもん。皆さん見てください。15分ぐらい歩いた。迷ったから、ね、まあ、迷ったからね。入り口でございます。ここが、まあ、BTS のグクさんが、まあ、生まれたと言われているところですね。叩かれるよ。叩かれるか、やめとこう。やばいんだけど。どうよ。何もやってない。何もやってない。今8時半。そっか、8時半でもうやってないんだ。ナンバーの腹ペコ食堂に来ました。はい。うまそうじゃねこれ普通に。シュー好きそう。うん、うまそう。キンパ食べてからの。あ、組み合わせるってこと、うん、あ、ありがとうございます。やってみます。はい、ということで、まあ、昨日帰ってきてね、パークフロントなんとかホテルということで、まあ、パークが見えるということでね。初めてじゃない？こんなにさ、ね、ボン、こんなパークビュー初めてだね。こっちにもあって、まあ、おしゃれなね、部屋でございました。はい、こんな感じです。ということで、まあちょっとね、軽くユニバだけ行って、今日は東京に帰ろうと思います。これが撮ったジョージです。そう、なんかこれ使わないとなと思って。ありがとう。ありがとう、ホテル。バイバイ。朝からたこ焼きを食べようと思います。はい、これたこ焼き食べるって知ってたら、朝おにぎり食べなかった。ミスった。お味は、最高の感想教えてじゃん。原点であり頂点。ありがとうございます。こんな感じでやっておりますけど、はい、今日のユニバーへの意気込みお願いします。ドラえもんはの必須ということで、うん、あとはハリドリですねやっぱ、うん、あとジョーズかな。ハリポッターは2回乗りたいけど。ハリポッター倒す。マジでいい勝負じゃない。やばいよね。私の勝利。じゃあリバイト。